ちょっと考えてみる。今、ちょっとじーっとしとったらね。こんなことしとったら、なんつうかな。俺、12月24日に、まあ、生活保護10年目で、去年のね。で、24日に、8万ナンバー入って、それで、1月は長いんですよ、12月は。年金、40日ぐらいなんですよ。そうすると、20日ぐらいでね、もう米はあるけど、おかずがなくなって、ね、玉ねぎも何もないんですわ。そういう生活をね、この、ちょっと、ま、数えただけでも、3ヶ月は覚えてますわ。ほいで、まあ、福祉受けとんやけど、福祉の人に玉ねぎくれや言うてね。玉ねぎ2個持ってきたから、じゃがいもは言うたらないと。だからね、俺反省しますわ。だから金遣いがね、ふと考えるとね、俺はこんなこと考えたことないんですわ。ふと考えるとね、だから題名は玉ねぎ1個しかない。なんでかなって。だから、この頃ね、3日で、ほいでね、マクド、大阪におんだけどね、大阪西成とかあるでしょ。夢のね。玉でちと思うんですよ。花園の岸の里、玉でちって言うと魚に向かってね。玉でに行っとったらね、わしは3日で亡くなるちおっさんがおったんですわ。喋っとった3人組で。いいよ、喧嘩するおっさんもドア開けて、どうのこの引っ張ったり、向こう引っ張ったとか言ってね。いつからくばりとさじょうなんやけど。だからそういうおっさんもでしょ。俺もそうなんですわ。3日するとね、そう、金ないんですわ。例えば、だから、内訳言うとね、8万6千もらうとするでしょ。で、家賃が4万7千。そういうことは、なんぼや。で、4万な、8万で4万7千。4万ぐらい余んですわ。ね。でも、8万7千か、8万6千か、ね、あ、そう、3万9千ぐらい余んですわ。計算よ。3万9千。これでね、それね、残るでしょ。3万9千ですよ、1ヶ月。だから2万買ってもね、2万なままでしょ。2万買っても4万だし、2万ね。これないんですよ、もう20日ぐらいで、15日ぐらいで。3日でです、3日で。何するかというとね。まあ、2万円は米は買いますわ。で、おかずは1回きり。10年がこの一緒。ここでみんな一緒。これでね、残りの2万でね、例えば2万持って行って、まあ、服5000ぐらい買って。これでね、よく考えたらね、100均でもね、ワッツでね、3000なんぼ買ってんです、俺は。これでね、金のある時ね、どこだ、岸野さんの100均でも5000買うんですが、その人いないと思う。これ、セブンイレブンでもね、最初2万あるでしょ ?4 万のうち2万。セブンイレブン2万みんな買うんですわ。まあ、タバコはまあ5、6000入っとるけどね。ただ、そういう性格で、だからなっとるんでしょうね。ほいで、ホームレスも5年してますわ。で、キャバクラね、淀川製鋼でもういろんな仕事したけど、淀川製鋼で終わったらくなった時、4、50万で、東京10回ね、千葉東京、千葉大阪10回、40万。で、ある日ね、3ヶ月ぐらい勤めた頃、4ヶ月ぐらいか。可愛いお兄ちゃん2人立ってたからね、堺東ぐらいから。そうか、いらっしゃった。二つポッとこう、チラシもらったんです。それからもう、ぶっ続き出してて、ね。今やったらね、なんていうかな、5万使うんですよ、新日。で、特等席用意してくれてね。で、冷静に考えて、今やったら、1万5千出れる3、4度まだいいですよね。だからそういうこと気づかない。もうハマってもって、こんなお坊ちゃんおりましたわ。天下の天下じゃ、違う、西成区ね。これ天下茶屋にワイハイ繋がらんとき、そうそう、先月とね、先月とその前の月ね、タバコが1日だけ、もうダメになったんですよ。1日だけなくなったんですわ。月末コーヒーと紅茶と、まあね、砂糖はあるけど。で、タバコを拾いったらね、拾いって、まあ、バッグ持ってて、ちょっと座っとったんですわ。向こうか、東口か。ほんとおばちゃんが目の前に座って何やつって。タバコないかしら言うからね。で、喋っとって、おばちゃん年金何本あるんやったら15万って。2ヶ月ね、1ヶ月。で、おっさんは何してんのって、独身かよって。おっさんはお父さんは25万で、なんとかして一個しようって言ったら、坂井かなんかしたけどね。2人で40万ですわ。なんでタバコないの言ったらな。なんとかな。パチスロそう言うて。だから、俺考えるね、80万2ヶ月いっぺんでしょ。
だから10万10万で2人で生活しても60万パチンコ。だからそれ一生治りません。家が潰れてもカツカツ治りません。俺10年かかったんだ、ここまで。ほいでね、鍋も言うけど、断念を15時の給料って3日でない男は15、16、17。確かにないですわ。15、16、17。もう15時の日に6000、17日に6000くらいしかないから。ほいで何倍行って、はまき3700円の、コーン買うの7000円、5735の、いろいろでビールといろいろしたもん7000円ないけどね。その金まだ2000円持ってるんですよ。全部断念した。ほいでカラオケもね、カラオケはね、3年前にね、行ってまあ5000円出前も取ったり、唐揚げ取ったりね。で、友達とそういう時期があるでしょ。わーわーする時期が。それで行って、もう、俺だけ借金背負ってね。友達から5、6万背負って、もう一人の友達から5、6万背負って、そのもう一人の友達から5、6万背負って、俺だけと金借りてるの。これだと借りん。だから使い方わかるでしょ。だから、その流れは俺やめたんですわ。だからカラオケ行ったらね、結局3000円使う。まあ、それでまた3000円使う。6000円でしょ。3回計1万が吹っ飛ぶからね、俺は。他の人は1000円で辛抱するでしょ。俺はできないから、そういうこと。ビールでも日本で止まっとるからね、ええけどね。出前するって人、俺がいいよ。だから、それで、何言ったかな。それカラオケもやめたんですわ。ほいで、喫茶店はね、昔ね、こっち来た頃ね、仕事しとった時、よう喫茶店行きよったんで、坂東の見送りの前かな、新名町かな。かかってあったんですが、10年間通いました、マスターと嫁が気に入っとってね。ほいで、もう一つなんとこで、アスカツなんて、坂東。あれも10年、それが潰れてない。やめてからね。アスカに10年間行きました、喫茶店。喫茶店好きなんですわ。ほいで、こっちに来てね、最初の頃はもう、喫茶店は、好きやったら行くですよ。まあ、それとあれが好きやったら、その雰囲気が。で、プランタンっていうのは坂東になったんですよ。北花田ぐらいね。あれな、模様替えしてね、黒になったんですわ。なんかちょっと暗い方がいいんですかね。やからになった。ほんで、こっちに行ったら、まあ、普通の、ね、ファミマみたいなレストランばかりですよ。あ、その、今も治ってないですわ。喫茶店かよ。でもね、普段ね、前も言ったように、喫茶店行くのやめましたわ。いつもね、行ったら2、3000円、それでなんかケーキ200円の10個買うような性格なんですよ。向こうも2個として持ってきてね。これ一番多い時に2000円、3000円使ってね。だからそういう感覚は働かないんですわ。ビール外で飲んで安いとかね。だからちょっとそういう感覚は働き出してね、節約の文章の文字が見えてきてね、少し。だから亀の夢も見たんですよ、ぼちぼち。喧嘩の夢。で、1年半前から見てます。あと、部署を呼んでください。なんとか、友達に金返さんでね。だから、契約の本を、まあ、買いたいよね。で、ブックオフでも今日ね、その友達がルイ・ヴィトンくれたんですが、専門のそこに見てるやつね。どこでね。でも、これね、人に見せることで、背広来たら大変好きですよ。もう一回行こうかと思うんだけど、これで今日も断念しました。今日は金がない。例えば2000円、3000円の金でね、何杯だってタバコ買って、喫茶店入ってる、ブックオフ買って、カツカツ帰り出るでしょ。その計算ができた人。俺多分物買った方がいいっていう理屈なんだ。だからね、その玉ねぎ、俺でホームレス5年親の金でましようったんやけどね、親82で、ね、96まで、よう入れてくれたけど、夜に掲げとって。ずっともらってた。その時もね、玉ねぎ1個にね、2円ですかね。ひどかったですよ。ほいで、60、ベスト体重はその頃62、今68。なんとかな。56キロまで。ほいでね、お風呂でこう見たら、ね、アポロペに浮いてたんですよ。初めて見た。ほいでその知り合いの、ちゃんとした家持ってるのさかな。お前はね、女遊びするからって、よく知ってますわ、やっぱ。見たらわかるんですよね。わかるよね。あ、それはわかるわ、俺ね。だから、そういう玉ねぎ1個で、そういう玉ねぎ捨てられるんでね。今はね、たぶん、やりくりか、って、これなりました。見えるかな。2段、おかずね。だからね、今、こんなこと言ってますよ。本番は治らないけど、まあまあ、これして断念したらおかずが買えるとね。例えば、前はタバコを、その2ヶ月前は酔っ払いの生活後の、いよいよ参考になるけど、タバコを2、3本プッとやったんですわ。ない時はそんなもんですよね。
あとは何もないよ。やるもんないもんな。これ昨日ね、15箱買ってね、珍しい。金持っとるもんやから、好きなタバコ買うからね。よ、あの、何日や、10日やから、15日やから割って、2日に1本しか吸わんから、1箱しか吸わんから、7、8個あったらいいんですわ。で、金あるもんやから、ラークとピース2個ずつ使って、そんなことしよったら15個なんてんだから、生活が良くなったんですわ。だからね、もうほんとね、これね、あの、基本、あの、一時十番で年金で借りてね、住所したのとか言ってたから、その時もね、あの、ガソリンはないしね、なんとかな、玉ねぎとかもう、ひどかったですよ。で、原付き持っとったから、原付き、チュチュ抜いてね、あの、軽油に入れて、で、エンジンかけてね、そこ降りました、クーラー引いて。2回目はあの、涼しかったな。もう一度教えてます。ホームレスの車の中の温度は、夏は38度。ほいでね、俺ね、クーラーの間、ヒーターなしで一回行ったことあるんですわ。狭いからね、後ろの方で、足場のところのあの、ベッドあるから、ストーブ炊けるのですわ。灯油も、石油ストーブも買いましたよ。これやねんけね、まあ、3、4も丸太だったな。2ヶ月7枚ね。まあ、受け込んでんぐらいの。生活保護受けとく。生活保護10年目。だからね、玉ねぎ1個の思い出ってものすごい強いんですわ。ほいでね、ちょっと面白いね。あの、家政婦ね、5、6人ついとったね、お姉さんがね、カタッと来てね、なんとか親が死んだかな。生活保護になったっていう話も、なんかどっか耳入ってますわ。ヤフーかニュースで。だから俺はね、玉ねぎがものすごい強いんですわ。あの、なんつうかな。あの、福祉の姉ちゃんから玉ねぎもらってきてね、芋くれやって、芋はうちにして、でもう一人やったら、あの、材料は何もないって、ね。それとね、もう一つ思うのはね、ちょっと参考に。福祉でもね、超えてグラマーな人とね、死亡ついてる人って同じ福祉でね、7万の家賃ね、下層と骨と皮までいかんけど、そういう人を、ね、やりくりのせいです。それで、この間も500円貸してとかね、30円貸して、それね、やっぱやりくりが悪いんです。だから俺はだいぶようになりました。だから、玉ねぎ1個の思い出、ちょっと何を言いたいかわからんけど、まあそんな感じで一回切ります。ファイルが大きいで登録ほど保存できませんから、1回目、第2弾。もう、暇なし。